おはようございます。皆さん、キャンプでいつも何飲まれますか？結構ビールから始まって、ビールというか僕ですね、淡麗グリーンか、朝日のスタイルフリーかから始まるんですけど、その後、ハイボール行くことが多いんですよね。ハイボールかレモンサワー行くんですけど、一人の時はもう本当に自由なものを飲めばいいんですけど、グループでキャンプすることも最近多いんで、その時は、ハイボールかレモンサワーとか飲むんですよ。その時はハイボールだったら僕角ハイボール一択だったんですけど、コストパフォーマンスが安いし美味しい、飲みやすいみたいな感じで、角がですね、高くて20%ぐらい値上がりしましたよね。で、なんかもうなんですかね、こう淡々とこう買えなくなってしまった。角ではない何か、コスパのいいハイボールを探していこうと、今回そういう動画になります。今度ですね、オフ会キャンプっていうのをやるんですけど、月2回ぐらいキャンプ場オープンしてからやっていこうかなと思ってて、で、忘年会キャンプっていうのが今控えてるんですけど、で、僕のオフ会ってそのソフトドリンクとアルコール飲み放題にしてるんですよ。その時、ハイボールとレモンサワーっていうのを出すんですけど、ハイボールは、各ハイボールを大体出してたんですよね。なんですけど、そこで、角がもう高いんで、角以外でなんか美味しいもんないかなと思って、その飲み比べっていうのをずっとしたくて、今回はですね、ちょっと飲み比べ動画っていうのをやっていきたいと思います。コメントでなんかこれも美味しいよとか、安くてうまいよみたいなのあったら教えてほしいんですけど、あんまりその飲み比べっていうのを今までしたことなかったんで、で、この前近くのね、酒屋さん行ったら結構いろんなものを置いてたんですよね。僕も結構大量に飲むことをみんなで飲むときは結構飲むんで、その時はやっぱりちっちゃいので買うより大きいので買った方が大体安くなるから、大きいので買いたいなと思ってるんですけど、その大きいので買うものをどれにしようかなってこの前悩んでて、で、飲み比べちょっとして検証していきたいと思います。朝なんですけど、ちょっと今から買い出し行っていきたいと思います。買い物行ってきます。はい、今近くのね、酒屋に向かってます。で、ウイスキーだけじゃなくて、ちょっとレモンサワーのなんか素みたいなのあるじゃないですか、炭酸入れるだけのやつ。あれもなんか最近いろいろ種類が出てて、で、僕レモンサワー飲むこともあるんで、レモンサワーもちょっと検証していきたいなと思います。いくつかね、いいのがあればいいんですけどね。ハイボールとレモンサワーをね、飲み比べしながら、で、なんか、つまみになるようなものも買って、ちょっと飲みながら、つまみ食べながら検証できてればなと思います。久々のラップ、ウイスキーキャンプ、このラインナップ、うピックアップ。角が好きだった、値上がりで気分はしょぼん、キュア、すまないけど、スタメン変更、トリスニー、デュアーズ、ホワイトフォース、ジムビーム、ウイスキーはお好きでしょ、ハイボール、ウィー。準備が整いました。パリパリピーマン、この肉味噌とキンキンに冷やしたピーマン、これね、キンキンにピーマン冷やすと生でもね、えぐみがなく食べられるんで、僕結構好きなんですけど、一品だけ用意しました。ちょっと紹介していきますか。まず、角ハイボール。高いですね。デュアーズ、トリス、ホワイトホース、ジムビーム。今回は5つ用意しました。で、ちょっと値段とかはね、ここに書いてある通りなんですけど、やっぱり角がね、ちょっと割高になってるなーっていうのは感じますよね。じゃあ、まずちょっと角から飲んでいきたいと思います。いろいろちょっと料理したりね、準備して、かなり喉カラカラです。まず角ですね。最近ちょっと体調崩してて、久々です。お酒は、お酒ついできます。飲むんでしょうかな。
まずは一杯乾杯します。いただきます。うまっ。いやー、かくうまいね。やっぱね、なんすか、ちょっと飲みやすいんすよね。あんまり最初ウイスキーあんま得意じゃなかったんですけど、やっぱなんかすっきりしてるというか飲みやすいっすよね。癖があんまりないって感じですかね。パリパリピーマンいただきます。うんうん、うまっ。うん、うまっ。うまいっすね。どんどんいきます。デュアーズホワイトラベル、スコットランド。デュアーズ、うん、うん、なるほど。うん、ちょっと角っこかった。デュアーズね、なんかちょっとウイスキーっぽいっていうか、カクの方が飲みやすい感じがする。うん、うん、トリュフ、トリスも飲みやすいね。うん、なんか分かんなくなってきた。全然分かんなくなってきた。トリスが割と好きかも。ホワイトホース、ああ、これちょっとね、なんかウイスキーっぽいね。ホワイトホース。ジンビーム、ラストジンビーム。ああ、ジンビームだね。うん。なるほど。それでは準備、順位ですね。僕的な、順位、発表します。カクがね、やっぱずっと飲んでたから好きだね。カク以外だとジム、デュアーズ、トリス、ホワイトオスっていう感じですかね。うん、やっぱジムビーム結構飲みやすいかも。うん、ジムビーム、まあちょっと飲み慣れてるっていうのもあるのかもしれないですけどね。デュアーズもちょっと飲みやすいかな、好きかな。うん、
インスタでちょっと質問してみたんですよ。そしたら角ハイ、角が結構多いっすね。イエローズモルト、ホワイトボス白州、多いのはやっぱ角が多いっすね。ブラックニッカ、ディープブレンド、あ、これもねちょっと気になりましたね。ジョニーウォーカー、ジンビームもちょっとスタメンとして、やっていこうかなと思います。一旦ウイスキーのターンここで終わりね。この後レモンサワー行きたいと思います。次レモンサワーいきます。レモンサワーはね、今回こだわり酒場レモンサワー、タルハイクラブレモン堂っていうのかな、濃いめのレモンサワーの素、はい、4つ準備しました。はい、早速ちょっと行っていきたいと思います。レモンサワーもね、結構そのオフ会イベントやるときに飲み放題でこういろんなお酒をカウンターに置いとくんですけど、どうぞ好きなもの飲んでくださいスタイルなんですけど、その時ねレモンサワーが一番やっぱ出るんですよ。なのでちょっと皆さんも好きなレモンサワーコメントでどんどんください。まず札幌の濃いめのレモンサワーの素っていうのをやっていきたいと思います。うまいね、うまい、濃いめ、レモンが濃いめ、やっぱレモンの酸味結構ねあります。はい、ちょっとねウイスキーの回でウイスキーハイボールで飲んだらちょっとね、いや、やっぱり酔っ払い気味です。酔っ払ってきてるけどね。レモンドですかね。レモンド。ああ、こっちちょっと甘めですね。飲みやすい系です。お酒そんな得意じゃないよみたいな人はこれいいかもしれない。レモンサワーね飲みまくると意外とこう酔っ払いますからね。あんまりお酒の味っていう感じじゃないから。ああ、うん、こっちと似てるかも。あ、こっちの方がちょっと爽やかかな。あ、なんか、うん、なんつったらいいのかな、このなんかチューハイっぽい、こっちのがチューハイっぽい、お酒っぽい感じがします。ラスト、こだわり酒場のレモンサワー、これもよくあれで見かけますよね。あの缶チューハイというか缶でありますよね。うまいな、レモンサワー、サントリーですね。いただきます。うん、うまい。うん、ちなみにインスタでも、質問で募集しましたところ、濃いめのレモンサワー、レモン堂、こだわり酒場、この辺が多いですね。はい、決まりました。発表します。1位、濃いめのレモンサワー、これですね。これね難しいんですね。2位、こだわり酒場、3位、レモン堂、4位、タルハイクラブって感じですかね。これはでも本当に好みの問題だと思います。あのどれも美味しいです。これがちょっと甘めなんで飲みやすいんで、ちょっとグビグビいけちゃうかなって感じ。
で、こっち、まあ、難しいですね。本当に、こっちの方がちょっと甘めで、レモンが強いんで、僕は好きです。こっちの方が、ややお酒強め、お酒っぽい感じがするかなって感じ。こっちとこっち、ほぼ僕は同率ですね。なので、こっちかな。札幌の濃いめのレモンサワーの素。まあ、同率なんで、2個ぐらい用意してもいいかなと思うけど。グループキャンプで僕が買い物係になること多いんですけど、そういう時もこっち大きいの買おうかなと思います。はい、他にもね、なんかいろいろあると思うんで、皆さんこのレモンサワーマジでうまいよっていうのがあれば、ぜひあのコメント欄でコメントください。はい、ということで今回、ハイボールはジムビーム、レモンサワーは濃いめのレモンサワーの素で、ちょっとしばらくは行きたいと思います。なんかね、この同じメーカーでも、ちょっとね、レモンが濃いめとかシリーズがいろいろあるんで、この中でちょっといろいろこれが美味しかったよっていうのがあれば、いろいろ情報発信もしていきたいと思うんで、酒飲みのキャンパーはですね、ぜひ、参考にしていただければと思います。喋ってないですけどね。はい、ということで今回は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。